1合だけ炊ける炊飯器みたいなお弁当箱みたいなやつがあるんですけど、持ち込んで朝に炊きたて食べてました。僕もうやってることほぼおかんに近いロンドンに着いてすぐ隔離っていう生活、それで日本に帰ってきてすぐ隔離っていう生活をしてましたから、撮影の記憶プラスその隔離の記憶がね、なんか強烈に残ってる。隔離が濃いですよね。隔離が濃いですよ。前からその僕りょうちゃんのお芝居のファンだったので、お仕事するの初めてだったんですけど、すごくこうやっぱ一緒にいやすいというか、ナチュラルに親子感は気持ちの中ではできてましたね。僕お米が好きで、1合だけ炊ける炊飯器みたいなお弁当箱みたいなやつがあるんですけど、それを持ち込んで夜に次の日の朝の分作ってたんかな。で朝に炊きたて食べてました。僕実践されてたんです。でお昼用に昼も炊いてなかった。あ、昼も食ってた。おにぎりを握ってくるんですよ、現場。そうです。で時々俺とかパトリックにくれて、もうやってることほぼおかんに近い